兵庫県からですね、関西と東海地方をぐるっと回っていくというね、ポケモンカードキャラバー2019春編を始めたいと思います。というわけで早速ですね、後ろにあるのがこちら、早速新キャラバンカーです。アドリアスキアキアとライチュー&ハロライチューとベシタミサとがね、乗っているという形で、かなり今回のキャラバンカーもね、いい感じにラッピングされております。さらにぐるっと回っていきましょう。表はこんな感じでね、前回と同様の感じですけれど、ここでね、一番の見どころは実はこっちの側面です。新カードがですね、ラッピングされております。こちら、来てください、ちょっと、はい、名探偵ピカチュウ、それからね、ミュークジ X と来て、こちら吉田警部補です。おー、めっちゃかっこいいっすね。こちらの3枚はいずれもね、名探偵ピカチュウというね、5月3日公開の映画に登場するね、キャラクターのイラストを踏襲しておりまして、フービースペシャルパック名探偵ピカチュウというパックです。はい、というわけで早速出発していきましょう。全勝を狙っていきます。はい、待ってろ関西。はい、というわけであそこがイメージ城ですね。かっこいい、さすが世界遺産。ちょっと見てからね、今日はカードラボ姫路さんからね、まずはお邪魔したいと思います。はい、じゃあ皆さん始めます。ヤッポニーポニタイシーです。はい、ヤッポニー。はい、じゃあよろしくお願いします。たまにこう鍵とかあったら教えてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。ポケカキャラバンの方を始めます。キャラバンバトルというのはですね、今日一日ガンスリンガー形式で対戦をしていただきます。この大会で3勝以上した方の中から抽選で1名を決定します。そしてその1名の方とポニタ石井が最終バトルをします。で、僕が勝ったら道場破りが成功、僕が負けたら皆さんの勝ちという感じです。はい、で僕も参加するんですけれど、ラッキーだったらね、対戦ができるかもっていう感じの遭遇戦って感じですね。じゃあ1名お願いします。ちょっと今日は22個あるんですけど、どれがいいですか？これで、はい。お、わかりました。時間ないと復活するの？お父さん。おー、いいね。バトルスタート。はい、キレスです。ボトン。やばい。はい、キレスです。あ、そうなんだ。はい、150ダメージでちょうど倒れます。ありがとうございました。ありがとうございます。負けたー。ポニタ石井の全勝ロードが初戦から終了しました。あー、終わった。ドーリングスピン倒します。倒します。倒して勝利です。ありがとうございました。まあ、言うてでも今回のルール上は最後の一戦に勝ったらっていうルールなんでね、まあ、ここまではウォーミングアップですよ。はい、今日の戦績は3-0できた。お父さん強い。強い。マジで。今回じゃあ13バトルポニタ石井で対戦をしていきます。よろしくお願いします。はい、バトルスタート。うわはい、というわけで続きましてやってきましたのは、スポーツカードショップ&カードゲームショップミント三宮店です。途中僕が何回負けても最後勝てば僕勝ちなんでね、それだけちょっと言ってました。はい、
気をつけてください。バトルスタート、お願いします。一生手洗わないと思う。イエーイ、次洗った方がいいよ。動画でも見た服だな。セルコネクタで倒します。はい、倒されたけどなんか嬉しいよ。グランドフォースで130の弱点数で2倍倒します。300かよ。イカルで出して、やめてやめて、つけます。セルコネクタで倒します。やめて。グランドフォース弱点ついて260ダメージドーン、260ダメージドーン。ありがとうございました。ナイスファイト、お願いします。お願いします。おー、あれ、ちょっと待ってください、タイポケモンじゃないじゃないですか。ハワーカルモンスター、ごめんなさい、ちょっと、はい、スタートです。はい、ありがとうございました。呼ばれて逃げて倒されて、はい、どうぞ。スルドライブ150で、はい、サイドにもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけでポイント1、現在1勝3敗と。じゃあ、はい、よろしくお願いします。バックネットスタンプで倒します。はい、1枚引いて、1枚つけて、ダブルブレイズ GX で300で倒して勝利です。ありがとうございます。よし、というわけで今回はポイント AC がね、最終戦は勝利しましたんで、はい、ポイント AC が勝ったでしょうに返させてもらいます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回こちらの店舗でですね、ウェーブ選手がいらっしゃると、どちらの方でしょうか。はい、先日行われたチャンピオンズリーグ千葉で準優勝されました川崎貴文選手がいらっしゃいますので、お願いします。お、こちらの店舗よくいらっしゃる。そうですね、普段からよく入り浸っております。すごいですね。じゃあ、あの伝説のあのハンドデッキで。そうです。京都大会は出るんですかね。はい、お、来週なので頑張ります。ハンドですか。それは大丈夫。で、もうお一人いらっしゃると。はい、続きましてですね、ゆうすけくんが、はい、いらっしゃいますので。お、ゆうすけくん、現時点でジュニアの、リーグのチャンピオンシップポイント30位。すごい。京都大会でもぜひ上位を目指して目標は優勝。優勝。お、いいね、頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、皆さん、やっぽにー、やった。いいよ、ありがとう、ありがとうございます。はい、これからですね、大阪編を行います。よろしくお願いします。はい、今回は128名集まっている感じですね。すごいですね。はい、お客始めてどのくらい。3年ぐらい。おー、バトルスタート。おー、バリアードかー。アスタルトさんで倒します。アスタルトさん倒します。はい、なるほど。はい、はい、あ、終わった終わった。はい、リストロレックありがとうございました。はい、ありがとうございました。ロイ選手、ライ選手、はい、3勝して勝ち上がってます。はい、バトルスタート。一番今回使うスタートです、ね、一番最初これで左に並べば、はい、サイド1枚もらいます。ノンパンを落とします。はい、まずいっすね、これは。はい、というわけで今回はカードショップペガサスさんにやってきました。イエーイ。
店舗のポケモンプロだそうです。何ですか勝手に言ってるだけ。何ですか。よろしくお願いします。じゃあ再生していきます。バトルースタート。なるほどね。はい、130かな。はい、で、ちょうど季節で、毒針で、はい、はい、直撃弾で倒します。はい、波ゲージ倒します。直撃弾で倒します。はい、はい、倒します。違うで、逃げられもしない。いや、逃がしたかったなぁ。ですね、はい。おぉ、ありがとうございました。はい、というわけで今回はですね、トレーシーで買ったでしょうを店舗に差し上げます。ありがとうございます。買いました。店長のアキトイに、はい、はい、ありがとうございます、はい、今回僕かなり負けちゃいましたけれど、次は負けないと思うんで、また皆さんもぜひね、この後共同大会あると思うんでね、頑張ってください。皆さん、はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回も新カードを紹介していきます。4月26日発売のスカイリジョンよりこちらを紹介します。はい、グリージオです。なんと種ポケモン HP90、 技はカチカチロック、グッズロックですね。10ダメージを与えて、さらにグッズが使えない。今後はね、グリージオスタートで高校でカチカチロックをしながらベンチポケモンを育てていくようなね、デッキもね、できるんじゃないかなと思っております。というわけで今回は以上です。また次回。